はい、ではウォーキング前後トップ体操をスイングに応用します。このような形でサイドにステップをしてトップの形を作りました。この時に重要なのは股関節の外旋することによってグリップの重さがこちら側に行きます。そして前足の重さがこちら側に行って軸足に矢印のようなバランスの取れた状態が起こります。まあこの動きを起こることによってボールを見極められます。これを前後に動きながらバランスを取るような動きを作ります。この状態から実際にバランスを取れたトップの形ができてからそこから両方の股関節を脱力してスイングをしていきます。形をしっかりとバランスを取ってそこからスイングです。このようなリズム感でスイング練習をしてください。